シュガーランドは、主に、アメリカ合衆国で活動を行っている、作曲家であり、シンガーソングライターのジェニファー・ネトルズとクリスチャン・ブッシュで、構成される、カントリーミュージックのデュエットグループである。2002年、クリステン・ホール、ブッシュにより結成され、最終的にリード歌手としてネトルズが採用され、トリオとなった。3年後、ホールが脱退した。2004年、 レコード会社マーキュリー・ナッシュビルと契約し、プラチナセールスとなった、デビューアルバム、トゥワイス・ザ・スピード・オブ・ライフからのシングル、ベビー・ガールでデビューした。2006年、2枚目のアルバム、エンジョイ・ザ・ライドを発売し、トリオはデュエットになった。このアルバムは彼らのアメリカで、最初のナンバーワン曲、ォント・ツーと、セトリンを含むの2曲が含まれ、ステイは、 グラミー賞のデュエット部門を受賞した。2008年、3枚目のアルバム、ラブオンザインサイドが発売された。このアルバムは、All, I Want to Do, Already Go On, It Happens の3曲のナンバーワンのヒット曲を含んでいる。2010年10月19日、4枚目のアルバム、ザインクレディブルマシンのスタンダードエディションとデラックスエディションが発売された。 2011年8月13日、インディアナステートフェアで野外ステージが強風のため倒壊し、5人が死亡、45人以上が負傷した。倒壊したのは、ステージ自体ではなく、ワイヤーで固定された照明トラス及び、スピーカーマウントであった。事故の後ジェニファーネトルズとクリスチャンブッシュは、ツイッター上に、私たちは問題ありません。私たちは、 私たちのファン及びインディアナポリスの人々のために祈っています。私たちはあなたたちが加わることを願っています。彼らはあなたの力を必要としています。と投稿した。シュガーランドはまた8月14日にアイオワステートフェアで予定されていたコンサートをキャンセルした。ありがとうございます。